タレジのいろいろめんどくさい。あのね、はい、今日はね、はい、はいはい、小言から始まるよ。何？小言ですよ、小言。小言から始まる？はい、まず川崎さん、うん、あのいいですか、そこでそんな褒めてもらうようなことしたっけ。小言っていうのは褒めることじゃねえんだよ。いいですか、だから今まさにそういうことを言おうとしているところなので。どういうことですか。あのね、はい、あの今こうやってるこの時間というのはですね、はい、これね川崎さん、演芸じゃないんですよ、うんうん、要するにこの普通に話しているところをお聞きの皆様にお楽しみいただく、そういう時間なんですね、はいはい、あなたね、うん、口を開いたらなんかボケなきゃ損だみたいな感じで、うんうん、あの次から次ボケてくるでしょ。しかもそのボケもなんだか、あの親戚のおじさんが言うようなことばっかりですから、ね、あのいや、あのそういう次から次ボケを繰り出してくるのは、あの関西系統の芸人さんは割と多いですよ、うんね、次から次だけど、その関西系統の芸人さんのボケっていうのはいいですか。例えば、まあ料理に例えて言えば、まず最初に唐揚げが来て、うん、でその後にハンバーグが来て、うん、でその後とんかつが来て、うん、でその後生姜焼きが来て、うん、いやいやいや、もう美味しいけど、もう肉はたくさんだよっていうような、それほど力強いボケなわけですよ、うんうんうん、あの川崎さんの繰り出してくるボケってね、同じように料理で例えるならば、しば漬けの後に奈良漬けが来て、その後べったら漬けが来ちゃったりなんかしてられる。漬物ばっかりいらない、うん、でちょっと変わってるかなと思って食べてみたら鉄砲漬けだったりなんかするわけですよ、ま、だからもうちょっと落ち着いていいんですよ、ボケていただくのは、うん、いいんです。ただ普通に話していく中でボケていきましょう、はい、全部ボケようとしないで。わかります。本当にはいやいや、そうですよ、わかってますよ、大丈夫です大丈夫ですね、はい、じゃあ、もう一つ、じゃあ和夫さん。いや俺かよ、俺もか。何したの。あの声が大きすぎる。あなたこの間うちに来てこの放送聞きましたよね。いいだけ。あなた多分無意識で、多分自分では、はい、多分意識してないと思いますよ。あなた自分のわーっていう笑い声を聞いた時にうるせえって言いました。あんたうるせえって言ってますよ。あなたの笑い声ですから。すいません。何しろあなた、あのね、あの声の大きい人に泥棒はいないって昔から言いますけど、悪人はいないって言いますけどね、言います。声の大きい人は悪人はいない、僕が言わせて声の大きい人に利口な人はいないっていう悪人ってのは皆頭がいいわけですよ。ってことは、じゃあ内海恵子さんもあのっていうことですか。その方はもう、あの亡くなったことの方は言われて、だから、数亡くなったこと、亡くなったことは生きてツッコミ遅いよ、この人あのせっかく3人でやってるんだから、あの、ね、ツッコむことも覚えていきましょう、川崎さんね。で、加藤さんね、だからあの今日からね、あ、これはこれから俺は大きい声出すなと思ったら、うん、最低5メートル離れてください。 あのドアぐらいのところまで行ってください。そうちょうどいいのかな。そうするとあなたと川崎さんの声のバランスがね、なるほど、ちょうど良くなります。わかりました。でまずこれ2人とね、はい、であとソラさん、あなたにも小言がある。かわいそうに。何ですか。まだ3週目なのに。これはね、あのお聞きの皆さんにはちょっとご説明申し上げないといけないことなんですけど、我々漫才協会員は、あの次の月の東洋館の興行の出番表というのを協会の事務員さんから送っていただいております。感謝してます。先日ね、10月の分の、出番表を事務所から送っていただきました。これはありがとうございます。それで、あのその出番表にですね、ソラさんがですね、あのマジオにご出演いただいてありがとうございます、あの評判もいいので、あのこれからもよろしくお願いします、そういうメッセージを添えてくださいました。で、本当にそのメッセージどうもありがとう。でもね、そらさん、そのメッセージを封筒の裏についでに書くな中に紙を入れなさい。なんだこの封筒、これ直に書いてある。確かに。で、池沼さんね、これ罰として、あの次回の配信で結構です、はい、次回の配信にこ の, あの封筒の写真を撮って、これ画面に出しといてください。なるほど、ね、なんかあの封筒がいつの間にかハガキになってるよ。なってましたね。手を抜くな、手を抜くな。これ郵便局の人困るよね、結構ね。これ表に書いたらこれお金取られるんだよ、裏だからお金取られる。そうなんだ、うん、住所扱いみたいなもんだ。そう勉強した方がいいわ、これは。でもね、そらちゃんもね、悪気があってやったわけじゃないじゃないですか。だから親切にするんだったら中に入れるぐらいの気を使ってくれてもいいんじゃないかな。中に入れるほどじゃないかなと思ったんだよね。あのね、川崎はどっち側なんだ、あなたは、ね、我々側なのか、ソラさん側なのか。騒ぎが大きくなった方が面白いかな。でね、なぜ今日ね、こんなにね、あの僕はね、最初から小言を言うかと言いますとね、そうだよ、何ですか。気持ちを引き締めていかなきゃいけないということですよ。気持ちを引き締める、ね、あのね、これ あなた方もご存知とはずですけれども、はい、この我々の放送にね、はい、コメントをしてくださった
お方がいらっしゃるんです。これリスナーというのだろうかな、まあまあ、リスナーこれは、ね、例えば裏チューンであるとか、うん、要相談ガタガタうるさいラジオ、こういったものにはね、若手がやってる放送です、うんね、そういうファンの人たちもコメントをしたりね、それからハガキをくださったりということもあるでしょう、うんね、我々のようにね、うん、なんだかもうゆりかごよりも棺桶に近づいている人間がですよ、うん、やっているものにこうやってコメントをくださると、このお気持ちが嬉しいじゃありませんか、うん、そうね、だからこういうところでね、大事にしなきゃ、だから正直言って僕2回目までこんなもの喋ったってどうせ誰も聞いてねえだろうと思ってたんですけど、こうやってちゃんと聞いてくださってる方がいる、うん、聞いてますよ、そうですか、聞いてますよって、それあなたが聞いててもいいんですよ別に、それは今喋ってんだから、俺の友達もね、お便り渡さないまでも結構聞いてるんですよ、だからお便り、それお便りをなんで出してくんないですか、いやだからもうそういうのがめんどくさいんでしょ、だって出し方がわからない世代なんですよ、手紙出すのがわからない世代って不思議な世代とあなたお付き合いがそうじゃないでしょ、川崎さんの友達だからもう手紙書きたくても書けなくなっちゃってるんでしょ、もう震えちゃったりなんかして、ひどいやつばっかじゃないですかね、ですからこうやってね、今日なんかちょっと、これちょっと僕ご紹介して、しかもあれですよ、ただ頑張ってくださいって、そうなんじゃないんですよ、何でもご相談くださいねって言ったら、わざわざ相談事を見つけて相談してくださって、ね、嬉しいです ね、ちょっとご紹介させていただきます、はい、ラジオネーム、匿名希望将軍様からですね、匿名希望将軍さんからです、私は最近人の名前などがすぐに出てこなくて悩んでいます、うん、友達と喋っている時にほらほらほらあの人というふうに会話が中断してしまいます、うん、なるほど、こんな悩みでもよかったらアドバイスをください、こういうふうなね、よくありますねこういうことは、この僕ちょっと失礼ながら多分こういうことをご相談なさるということは多分年齢的なことをおっしゃってるんだと思うんですよね、はいはいはい、もう自分がそういうことがちょっと出てこなくなっちゃった年代に差し掛かってるんだけどっていうようなことだと思うんですけど、うんうん、でも今川崎さんが言ったようにね、うん、これも誰でもあるじゃないですか、あるあるある、若い時からありますよ、そうですよ、別に小学生の子だってねこういうことはあるし、うん、あります、年齢ではないと思う、よくだからネタでやるさ、俺に、うん、先生のこと間違えてお母さんって呼んじゃうのと同じ同じようなことなんですよ、これって、いや俺はありましたけどね、え、お母さんって呼んだの、いや、この人の場合はお父さんって呼んじゃったの、先生のこと、先生の高校生の時、高校の時にね、お父さんって出てくるだけで、うち俺一瞬親父の名前分かんないでだった、お父さんの名前が分からない、親父なんて名前だっけな、一瞬考えて、うん、雄三だった、ああいう、でもお父さんのことを名前で呼ぶことってあまりないですよね、ないよね、うん、書かなきゃなんないってだったから、あれ、なんだっけお父さんじゃまずいよ。バカでしょそれ。書類にお父さんって書いたらバカでしょそれはね。だから僕なんかでもあるんです、例えばなんですけど、うん、僕は人の名前じゃないんですけど、うん、物の名前が出てこなかったことがあって、物の名前、これなんかまだ22、23の時の話ですよ、うん、カバン持ってついてってね、うん、それでうちの吉江が着替えるんで僕は着付けについてたんですよ、うん、ただ吉江が使ってた楽屋にね、うん、ハンガーがなかったんです、うんうんうん、ただ隣の楽屋にはラックがあってそこにハンガーがいっぱいかかってるのを僕を見て知ってたので、はいはい、その時いた弟弟子に隣の楽屋のラックからハンガー持ってきてって言うつもりだったんですよ、うんうん、言うつもりだったんですけど実際僕の口から出てきた言葉は、うん、向こうのあそこからあれ持ってきてっていう代名詞しかなかった。あれからあれ持ってきて、そしたら入ってたその弟弟子とりあえず何かを取りに行ったから、何だろう、うちの師匠がねその時にその弟弟子仲良かったんだけどすごいバカだったんですよ、うん、だあいつはね噛んで含めるように言ったってね、分かんないやつなんだから、うん、その中川にね、向こうのあそこからあれ持ってきてったって、あいつ何持ってくるか分かんないよって言ったら、中川が、お待たせしましたって、お茶入れて持ってきたよ。中川にとってはお茶だと思ったんだよね。どういう。まあまあ、当たり障りないうちの人が帯締めてるのに、どうしてお茶飲むかは分かりませんけど、それは考えない。なるほど。50点の出来だよね。ね、そう。うん、だから、こんなそう若くたってあるじゃないですか。あ、 あと、ついでのことで言うと、川崎さん、あなた大事件起こしてますね、昔。何しました、今まで完璧な人生ですよ。いや昭和63年のクリスマスイブにあなた大変なことしてますよ。それだってその日しかやらないものですから。で何ライブとかでですか。ライブじゃない、あなたも一緒にいましたよね。日本放送のあんたチャリティーミュージックソンの大事件を起こしたでしょあなた。あ、これね、チャリティーミュージックソンっていうのは今でもやってると思いますけど、うん、日本放送で大晦日、うん、大晦日じゃない、クリスマスイブからクリスマスにかけて24時間の放送をすると、うんうん、一つの番組でやるという、うんうん、そういうのがある。で、その今言いました昭和63年ですよあれ確か、うんうん、昭和63年その当時ね、うん、日本放送でね、あごはず師匠っていう番組が土曜日の8時から、ね、公開のオーディション番組、覚えてるね、でその当時の、まあ、めぼしい若手芸人はみんな我々だって 2,3 年の頃ですから、うん、
出てたわけですよ、うん、でその、その年のミュージックソンはそれじゃあ、確かに12時からね、うん、12時から2時間か2時間半ぐらい夜ずっとやってたんですかね、うん、3時間近く、はい、そのアゴアーズ師匠のスペシャルをやろうと思ったわけで、まあ我々は10時ぐらいに入ってたわけですよね、夜のね。で、うん、ただところがですね、うん、その時川崎さんキリングセンスというコンビでやってました、はい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 、だそのキリングセンスの相棒の萩原君、萩ちゃんって我々呼んで、萩ちゃんはいるんだけれどもこの川崎さんがいらっしゃらないわけですよ。でもね、もう大勢若手出てますから、はい、まあね、誰も焦ってはいなかったわけですよ、はいはい、で、まだそのうち来んじゃないの、ちょっと遅れてるだけだよなって言ってるうちに、はい、番組が始まってしまった、始まっちゃった、オープニングが終わってるのに、はいはい、川崎さんまだいらっしゃらない、おお、それでも、はい、萩ちゃんも顔が青くなっちゃってて、はいはいはい、で我々がちょっと電話した方がいいんじゃないの、何かあったんじゃないのって言って、はいはい、うん、ちょっと電話してみるって言って、はい、萩原君が、はい、この川崎さんのうちに電話しました。その時代ですからね、驚きましたよ、この人、はいはい、うちの電話に出たらしいですよ、はい、しかも電話に出た時にこの人ものすごいこと言ったらしい、お、萩か、日本放送聞いてる、みんな出てるぞって言ったらしいあんたも出るんだよって、ね、だからその当時あなたまだ28区ですよ、ね、28区で数少ない仕事を忘れてしまう、こんなことだってあるわけですから、いや、なんかありました、思い出しました、ね、今まで忘れてたでしょ、思い出しました、そんなこといろんなことがあるわけで、忘れちゃうことなんかあるわけ ありました、でちなみにさっきのね、あなたこの人学校の先生のことお父さんって呼んじゃった、それも忘れてたわけじゃないのね、はい、それね、言っていいのかな、いや言っちゃいますけど、それね、はい、夏休み明け2学期の授業の最初の授業の時に、うん、物理の先生のことお父さんって呼んじゃったんですよ、この人、はいはいはい、だけど、それはね、これネタじゃないよ、本当の話だからね、これ、うん、その年の夏休みこの人、うん、友達と3人で神津島へ行きまして、遊び行ったんですよね、うん、で男3人で行ったんですよ、うん、でその当時この人かっこよかったので、うん、女の子は現地で調達すればいいだろうというナンパして、うん、そうですよ、で、まあ、島へ行って島で会った子と、はいはい、まあ、向こうも観光客だったんでしょう、はいはい、まあ、そういう意気投合しまして、まあ、高校生が基本的にはやってはいけない教育でよくない、まあ、ことを、家族のもう発展家だったからね、そうです、そうです、ね、先行ってる感じだからね、そうだよね、かっこよかった、高校はね、そういうことになったわけでございます、うん、で、まあ、その後、まあまあ、それぞれ3組のカップルがそれぞれのそういった儀式を済ませた後ですね、うん、この後、まあ、高校生がやっては、基本的にはやってはいけない宴会をしてたわけです、うん、はい、そしたら、そのうちですね、うちの相方、うちの相棒さん、この和夫さんの、はい、お相方さんではなかった別の女の子が、うん、その、うちの、相棒のお相方さんに対して、うんうん、この子ね、お父さん、この子のお父さんね、すごいんだよ、学校の先生なんだよって言ったんですよ、で話を聞いてみたら、うんうん、この人が学校で教わってる物理の先生の娘だった、うんうん、マジで、すごくないですか、そんなことあんので、わざわざ神津島まで行って、そんなので、すごくないですか、そんなの、それ3回やって違う、1回で政治を得たばっかりやって、あげくに物理の先生、娘さんだった、うん、出た横から川崎さん、水を得た、なんだそれは一瞬びっくりしたでしょ、それでびっくりして、って、でもこの人は教わってるとは言いませんでしたよ、ああ、それはそうだよね、言わんで、2学期の授業です、はい、そうで、物理の授業の時に、うん、物理の先生のことをお父さんって呼んじゃったんです、先生は、ヤギは夏休み気分が抜けなくてしょうがねえなって言われたんだけど、先生は、娘が島で何してか知らない。すごいでしょ、こういうこともあるわけ。だってね、これ似たようなことあるんですよ。僕ね、那須塩原の方に家族で遊びに行ったんですよ、はいはいはい、で、その那須塩原の、はい、家族というのは今の自分の家族、今の家族です、はい、で、遊びに行った時に、うん、インターのそばに、うん、大きな牧場があって、はいはい、そこで作るアイスクリームがソフトクリームが美味しいということで、はい、じゃあ帰りがてらそこでソフトクリームを食べて帰ろうと、はい、行って家族で食べてたんですよ、はい、そしたらね、向こうの方から車がね、ちょっと派手めな車がバーッと入ってきたんですよ、はいはいはい、で、ああ、なんか入ってきたなと、関わりになりたくない ないなと思ってで車に乗って帰ろうかなと思ったらね、降りてきたんですよ、その人、はいはいはい、パパッと、夫婦なんですよ、はいはいはい、うん、で、見たらですね、漫才師の方なんですよ、漫才師の方って言うの、うん、有名な夫婦の有名な夫婦のおかぶりになっている、おー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 、おかぶりになってるってことは、カツラってことは秀吉師匠ってことだね、ちょっと、秀吉子さん、おそいだ、ピーが、そこピー入れといたから、秀吉子さんが降りてきて、うん、で、お互い
ご対面したわけですよ、はいはいはい、何やってんのってなるわけなんですよ、はいはい、いやうちはだから休みでって話したら、うん、いや師匠たちこそ何やってんですかって言ったら、はい、いやあのねちょっとねって言ってね何も言わないんですよ、口を言いましたか、でもそんなところで会いますかっていう、まあ、ええちなみにその時はあの乗ってらしたの秀吉ははい、お乗りになってました、ちゃんと、はい、装着、あの、お乗りになった上に、麦わら帽子みたいなのを持って、そういう、なんだったの、それは。え塩原。仕事じゃないね、麦わら帽子をかぶってらっしゃる。なぜ塩原だよ。なぜ塩原で何したんだ。だから、それは、だから、あれ、長年のご夫婦だから、うん、このいろんなところでなんかこう、ちょっと雰囲気が変わるみたいな。そういうことなの。いやいやいや、なんで言わないんですよ。言わないってことは、だから言えないってことですよ。だからそういうちょっと色っぽい話、これがしたのかね。うん、ご夫婦ですもん、50ですか。あの、カントリーズの福田も、江ノ島で、うん、今度は、あの、違うご夫婦に会ったって言ってましたよ。それあの漫才のもう帰ろうよのものが、もう帰ろうよ、嘘だ、本当に江ノ島であいつらは営業やってたんだって、うん、そしたらあの奥様の方が、うん、あの声かけてきて、ってなったんですよ。でもその偶然に会っちゃったって言えばね、これも聞いた話ですけど、にゃんこ金魚さん、にゃんこ金魚さんがどこだっけな、競馬場で仕事なんかしてたんですって、漫才してたんで、そしたらなんか前の方にいたおじさんが、あの自分たちが出てきたらこそこそって逃げようとしたから、うんうん、お父さんどこ行くの、逃げちゃダメよ、これから漫才あるんだからって呼び止めたら、その人が話し家の師匠だったらしいまあいるだろうね、でまあ、結果ですけども、ね、どうしたらいいんですかね。だから僕思うんですけどね、はいはい、あのいきなり真面目な話になりますけど、うん、あこの方が今いきなり悩み相談、そう、あのどうだよ、いくつの方だか分かりませんけれども、うん、はいはい、僕ね、思うんですけど、人間ってね、ある程度になると、うん、あの脳の方で勝手に判断して、うん、これは必要ないっていう、この記憶は必要ないよ、ある選択肢を分けた、この方もね、あの例えばこの早見もこみち君の名前が出てこなかったとか、そういうことなんだと思うんですよ、うん、はいはいはい、我々別に早見もこみち君の名前が出てこないからっつって、うん、仕事上しくじるわけじゃないじゃないですか。あ、そうだ、この方だって大事なことは絶対にお忘れにならないと思うんです。そうですね、ですからここを気にしちゃうと、うん、こんなことだけで考えて悩んでいると、うん、他の大事なことを失ってしまう場合がありますからね、うん、はいはいはい、要するに気にするなと。そうそうそう、だからこれは忘れちゃってもいい記憶なんだと思う、うん、出てこない場合は。そうか、うん、そうか、名前なんだっけえ、ピンポン、川崎さんボケました。はいはい、あ、ユタちゃんの言ってることはそういうことだ。そういうことです。なるほど、気にするなと。そうそう、だから。別にクイズの回答者じゃないんだから。そうそうそう。名前くらい分かんなくたって。そうですよ。だから、必要な、なんで川崎さんが喋るの、この裏の犬はこういうわけ。そう、犬が鳴いてたよね。そう。川崎さんが喋るとダメみたいな。そうそうそう。いやいや、まあそうですね。そういうことだって、必要なことなら絶対に忘れないと思いますから、うん、あまり考え込まない方がいいと思いますね。なるほどね。はい、うん、考え込んじゃうと他の大事なことが抜けてしまう。それでまた案外ね、パッとね、出てくることもあるんだよね、なんか。うん、うん。ありますね。ね、まあでも、そういうことだと僕も思いますよ。俺、うんうん、もね、よくあるけどね、全然そんな気にしないで。うん、あなた少し気にした方がいいです。わかんない、わかんない。え？あなたいろんなことわかんなくなってきてるんだから。そうそう、そうですね。だから少し気にした、うん、あなたは、うん、あなただって、あなた忘れてはいけない、だってネタのこととかも忘れるじゃないですか。あ、ね、だからそれはダメですよ。忘れるようなネタはね、いいネタじゃないんだよ。あ、それはあります。それはあります、ね。あと僕が思うんですけど、これもし分かんなくなっちゃって、周り誰かいるとしたら、これをもう思わずもうクイズ形式にしちゃって、うん、なんかこう、なんだ、なんだろうねっていうような。林家ペイ先生のやつ。そうそうそう。あの先生絶対クイズ形式だからね。うん。で、こう悩まないで、うん、あの、みんなで楽しくするという。うんうん、方向もありますね。あと楽に言うとね、最近もうスマホとかで検索すれば出てくることあるからね。そう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 、そう、まあ、有名人。ただもうスマホの検索方法がわからないって場合もあります。それはもうダメだね。そうなるともう手がつけらんない。だからもう本当に深く考え込まれないね、はいはい、ね、ありがとう、もうこんなことでね、申し訳ないですけれども、そうですね、ありがとうございます。もうこうやってね、はい、今回こうやって、はい、コメントいただいたわけじゃないですか。ありがとうございます。ちょっとね、これ我々ちょっと調子に乗ろうかと思いますよ。将軍様、あのね、将軍様だけ言うとおかしいんですよ。匿名希望将軍様まで言ってくださいちゃんとね。あ、ちょっと調子に乗らせていただこうと思いますね。あの、今まではこの例えばあの相談してくださいねとかなんとかって言ってまいりましたけれども、はいはいはい、どうせね、漫才協会のクソ若手ども、もう誰も相談してこないし、こちらからこういう企画でちょっとやってみようかっていうのを一つ考えて。どんな企画ですか。あのね、このせっかく3人でやってるわけですし、はいはい、漫才協会員が3人でやってるわけですからね、はいはい、あのこの漫才協会のいろはがるたみたいなものを作ったらどうかなと思うんです。面白い、いいじゃないですか。
そうだから あんまりマニアックにならないよね、うん、ってことはなぜマニアックになってはいけないかというと、うん、これもやっぱりお聞きの皆さんに参加していただきますので、例えば、はい、考えてもらって、そうそうそう、なるほどね、イロハニホヘ、これ頭につけて考えていただくのをちょっと皆さんからね、はいはいはい、ただ48文字ありますから、うん、どういう感じでいきましょうかね。だそれはまあまあ流れで、流れで、いろは2文字でこれあの48文字ちゃんといろはカルタを作って、うん、あの形にはそう製品化しようかという、あすごいね、これじゃあやった、そうですですからこれも何よりももう皆さんにご協力いただかないといけませんから、うん、ですからこれねハガキでも結構ですし、はい、コメントの方でも結構ですので、うん、これから皆さんにね、はい、ご協力いて、また来週からねこれ詳しくね、はい、お話ししてい、はい、こうと思いますので、わかりましたわかりました、だから皆さんねこれ来週は絶対もう聞き逃せませんからね、うん、来週の配信はねこのいろはのこともありますし、はい、あとそらさんの封筒が来週は画面に貼り出されますので、なるほど、これ見ていただかなきゃいけません、一応価値あるね、はい、ありがとうございます、うん、これそうちゃんの水着写真も貼ってあるんじゃないですか、貼ってない貼ってあんじゃないの、貼ってないでしょ、これ本当でしょ、はい、だからね、何で締めようとしたところであなたボケるのか、はい、というわけでどうもありがとうございました。